ネイティブアメリカンフルート。クラフティットバイ・ゲイリー・クール・イン2003。使用材料。マートルウッド・コレクション・オブ・クリント・コス。ネイティブアメリカンフルートは、木管楽器の一種であり、リードを使わない、エアリード式の縦笛である。その名の通り、北米ネイティブアメリカによって伝えられた楽器である。ネイティブアメリカンフルートは、インディアンフルート、ラブフルートなどとも呼ばれる楽器で、 北米南西部の古代トエブロ部族の楽器、アナサジフルートを原型にして進化したものと考えられている。主にシダー、ウォルナット、バーチ、竹など、比較的柔らかい材によって作られることが多い。近年、ネイティブアメリカンフルートを演奏することによる生理学的効果を調査したある研究では、心拍変動へのプラス効果やストレスに対する回復力を示す効果が発見されている。 ネイティブアメリカンフルート。ダコタカルチャー。1935オアビフォー。コレクションオブクリントコス。ネイティブアメリカンは、ネイティブアメリカンフルートにまつわる伝説をいくつも伝えている。フルートは、非常に苦しんでいた一人の男を通じて、コマンチェの人々にもたらされた。四人の子供と妻を亡くした男は、悲観に暮れて何ヶ月も激しく泣いていた。ある夜、彼は夢の中で、 絶え間のない嘆きによって彼のスピリットが崩壊する危険にさらされていることと、その悲しみは音楽によって解放することができると告げられた。それからしばらくして男が森の中を歩いていると初めて聞く音を耳にした。音をたどってシダーの小立ちまでやってくると、いくつかのシダーの老木の枝にはキツツキが開けた穴があって、風が吹くたびに甘美な心慰める音が鳴った。 彼は夢を思い出し、穴の開いた枝から着想を得て、フルートを作った。悲嘆に費やされてきたエネルギーは音楽に注ぎ込まれ、素晴らしい美と愛の音楽を生み出した。そうすることで、彼は悲しみを手放して、健全なスピリットを取り戻すことができた。勇敢なカリウドでありながら、好きな娘に思いを伝えることのできない、内気な青年がいた。狩りの途中で、 森の中で野宿した晩、夢の中にキツツキが現れてこう言った。お前が恋に悩むことを知っている。我々精霊が作る笛をお前にやろう。青年が目を覚ますと夢の中のキツツキが目の前にいてゆっくりと飛び立った。青年がついていくとやがて大きな杉の木にたどり着く。キツツキはくちばしで枝に穴を開け、やがてそれがフルートになった。こうして、 手に入れたフルートで青年は娘に求愛をすることができ、娘は求愛を受け入れた。フルートの先端にキツツキの顔を彫刻することがあるのはこのためである。現存する最も古いネイティブアメリカンフルートは1823年にイタリアの探検家ジャコモ・コスティンティーのベルトラミによってミシシッピ川の源流付近で収集されたものである。現在、この楽器は イタリア・ベルガモの自然歴史博物館に収められている。ネイティブアメリカンフルートの解剖学音を出す仕組みは、リコーダーとほぼ同じであるが、最大の特徴は、エアーチェンバーとサウンドチェンバーという二つの空間を持つ、ことである。サウンドチェンバーは、共鳴感とも言うべきもので、そこには音程を変えるフィンガーホール、そして、音を出す仕組みである、サウンドホールが備わっている。また、 エアーチェンバーは現存する、ごく初期のものから確認できる機構である。これは、いわば二次的な共鳴感とも言うべきもので、ネイティブアメリカンフルートの独特なサウンド、そして水槽感の源とも言える。2本のフルートの異なるブロックの比較一般的な、ネイティブアメリカンフルートには、木のブロックが皮紐でくくりつけてあるが、これは単なる飾りではなく、エアーチェンバーからサウンドチェンバーへ。 空気の流れを橋渡しする役割を担う。このブロックは多くの場合、鳥の形に彫刻されるので通称、バードと呼ばれ、ネイティブアメリカンフルートの外見上での大きな特徴にもなっている。現代の多くのネイティブアメリカンフルートの基礎的な音階の運指ネイティブアメリカンフルートの一般的なフィンガーホールの数は5つか6つである。しかし楽器によっては、 フィンガーホールが一つもないものから、親指で閉じる七番目の穴のあるものまで存在する。西洋楽器のように統一の規格があるわけではなく、製作者が各々違った音階や運指を採用している。近年はマイナーペンタトニックスケールで調律されたものが主流になっている。ありがとうございます。